皆さんこんばんは。はい、和田さんです。今夜も見に来ていただいて本当にありがとうございます。先日から配信している、パーツメイクレッスン動画ですね。今回はマスカラのパーツメイク動画になります。皆さんが普段使っているコスメ、もうなんてことないコスメで大丈夫ですよ。実はこうちょっとした使い方のコツだけで魅力的な、まつげが作れるので、ぜひちょっと最後まで楽しんでいただけたらと思います。コメントもねたくさん拝見させていただきました。ありがとうございました。その説はアテレコがねすごい分かりやすいよっていうコメントもあれば、いつもみたいに喋ってくれた方がお茶目な部分が出てちょっとほんわかするなんてコメントもあって、私ってお茶目なんだとか言ってちょっと思っちゃったりとかして、なので今回は、ちょっとアテレコバージョンではなくて通常通り、皆様と面と向かっておしゃべりしながらまつげを仕上げていければなって思います。それではスタートです。はい、ちょっと今日は大きな鏡をご用意しました。で、みんなもよかったら今夜の何時だろう、8時かな、もしよかったら鏡を用意してもらえたら嬉しいです。そしてその他に用意していただきたいのはマスカラと、ビューラー、この2つだけで大丈夫です。皆さん鏡は持ちました？持ったね。持ってない方はもう携帯の画面で自分の顔とか見ちゃってくださいね。よくやるでしょ。で、まずじゃあまつげメイク、はい、すぐビューラーやりましょうってやってませんか？でしょ、やってるでしょ。やるんですよ。わかるわかる。でも実はですね、一番重要なのは鏡でしっかりと自分のお顔を見て、目の形、いわゆるまつげメイクをしていない状態の自分の目の形がどんな形かをしっかり見ていただきたいですね。で、みんな自分どんな目の形ですか？垂れ気味？それともちょっと私みたいに下まぶたが上にキュッて入って釣り目気味かな？もしくはまつげの特徴として目頭にたっぷり生えてるかな？それとも目尻にたっぷり生えてちょっとこう優しい印象かな。今見てくださってる皆さん全員目の特徴は違うんですよね。なのでまずは自分の目の特徴を何でもいいので自分の中で言語化して腑に落としてみてください。で、そこからいわゆるなんとなくたどり着くのが垂れ目なのか釣り目なのか猫目なのかって言われる2つにたどり着くと思うんですよね。で、大抵大きく分けてこの2つにねたどり着く方が多いかなと思います。で、私は、目をねしっかり見ていただくと目頭よりもこの目尻がギュッと上に高い位置にありますよね、この平行に見た時にね。なので、いわゆるちょっとこう猫目に見える特徴っていうのがあります。逆に目頭よりも目尻が低い方はいわゆるちょっと垂れ目に見える特徴があります。自分が持っている目の特徴っていうのをまず把握してみてくださいね。そこでようやく自分のなりたい目元の印象を決めることができますよね。なので今回はこの2つのまつげメイクについてちょっと具体的にご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、猫目さん手挙げてください。猫目の方いらっしゃいますか？私と同じ目頭が入っている方ですね。いらっしゃいます？いらっしゃいますよね。そしたらまずじゃあまずビューラーご用意していただきます。私が使っていくのはこちらのアイプチのビューラーを使っていきますね。垂れ目になりたい時どんな風にまつげを上げていけばいいかっていうのをちょっと特徴的ちょっとやっていきたいと思います。まず猫目さんの特徴って目の分析からなんですけれども、大きく分けて2つのポイントから見ていきます。で、1つ目がですね、目の形位置ですね。先ほどお伝えしたように目頭よりも目尻が高いか低いかで、高い方がちょっとこう猫目っぽい特徴に見えると言われています。もう1つがまつげの、量と位置なんですけれども、いわゆるこう目尻側にまつげが多くて長い方、ちょっとこう外側に、ポイントが置かれるので、猫目っぽくなると言われています。
今の2つのポイントを総合してそれを逆に垂れ目に持っていきたいときはまつげのポイントなんですが、今私もそうなんですけど、外側のまつげがちょっと皆さんから見て見えるの分かります？まず、ガッと全体をグーグーっと、まずはこれまつげ全体です。こうがっつりちょっとこういう顔をしていただいて、こういう、わかるかな、これめっちゃがっつり根元からいってるのわかるかな。で、カッ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 というよりはまずはびっくり目にさせるために、まずは根元からギュッと上げるために、根元だけギューッと5秒ぐらいキープします。カッカッカッとせずにそのまますっと上に上げます。はい、まずこれだけでかなりギュイーンと目元上がったかと思うんですが、猫目を垂れ目にするには一度全体を上げた後、さらにそれを持った上で目頭側に今ちょっとこう角度つけてるの分かりますかね、ビューラー、目頭側をギュイーンと上げるまつげの生え方をビューラーでコントロールできるんですね。じゃあ逆です。右側はちょっとこう猫目さんを垂れ目っぽく縦に大きくしたい時のビューラーの上げ方、まつげの生え方のコントロールですね。そして次こっち逆にちょっとこうスッとしたあの猫目っぽく逆にしたいっていう場合、あくまでも、右こちら側は目頭を立てることで目を縦幅に大きくして垂れ目に見せるようにしましたよね。こっちは逆です。目頭ではなくて目尻を強調して今の角度を強調してあげればいいですね。まつげを高くしてあげて、であればまず最初のビューラーの上げ方からちょっと違うんですけれども、一応ですね、全体まず挟みます、まつげを。そのまま次はですね、どっちに傾きましょうか。そう、こっちです。目尻に向かってギュイーンと上がるようにしたいんですね。目頭にをカールをしっかりと入れたいときは目頭に傾ける。目尻のカールをしっかりと入れたいときは目尻に傾ける。これをまずしっかりと把握するだけで全然目の形ってコントロールできますので、なんとなくだけどちょっとわかるかな、わかりますでしょうか。ここにマスカラを足していくとすごくわかりやすくなると思うので、ちょっとやっていきましょうか。はい、じゃあちょっと今回使っていくのはエチュードハウスラッシュバームカールフィックスマスカラのロングラッシュですね。こちらを使っていきたいと思います。実はちょっとこの前ね、私あのエチュードハウスに買い物に行きまして、ちょっと大量に購入してきたので、これまた次の動画で出しますね。もう本当に幸せだったんですよ。はい、ということでまずは、こちらの垂れ目に見せたい時のマスカラの塗り方からですね。目頭からこうたっぷりとしっかりとつけてあげる。で、どうしてもですね、皆さんあのマスカラを塗るときってやりやすいから、こう目尻側にだけたっぷりつけていっちゃうので、外側の目だけ強調される、目尻側の。そうすると猫目っぽくなっちゃうんです。なので、縦に大きく見せたい場合はこう目頭のまつげをしっかりと色づけてあげる。で、目は常にこの状態で、ちょっとこう下からブラシを入れて上に溶かしていってあげる。もうむしろですね、目尻よりも目頭の方をひたすらメインで上げていく。もうこの目頭の1本目のまつげからしっかりとこう入れていく。どちらかというとグラデーションで言うと、通常はなんとなくこう目尻の方が濃くなるように皆さん塗ってらっしゃるんですよね。今回は目的が目を縦に大きくすることなので、逆に、目頭を濃くして目尻を薄くするグラデーションを作ってあげなきゃいけないですね。なので今みたいに目頭たっぷりマスカラをつけてあげるとすごくいいですね。次はこちら、目尻からたっぷりとつけていってあげます。はい、さっきとは逆なので、目頭のまつげを目立たせなくして逆グラデをしていく必要があります。さっきのやり方とはね。はい、でちょっとこう下にね、鏡を置いて持ってやっていった方が本当に根元からたっぷりとつくので、しっかりと絡ませていってあげる。
縦幅を大きく見せたい場合は黒目の上の、高さをしっかりと出してあげること、そして、猫目に見せたい場合は、目尻の、広さ幅を出してあげることが重要なんですね。なので、こちらは目尻側のまつげの高さを出してあげることが重要で、縦に大きく見せたいときは縦幅を意識して、黒目上をまっすぐ塗ればいいんですけれども、ちょっと外側にまつげを伸ばしたいときは斜めに手首を動かしてあげて、全体的にまつげを外側に持ってってあげるようにまず塗ってあげるっていう塗り方がまずポイントです。でさらに言うと、こちらのように黒目の上の長さを出したいときは、全体に塗るときは真横でねブラシ動かせばいいんですけれども、高さを出したいときは縦にブラシを上からトトトトトトって毛先にまずつけて、その後その毛先についた液を伸ばす、まつげのこう黒先端でこう伸ばすようにつけていってあげます。そうするとこんな感じで急にしっかりと高さが出てきます。こちらも同じですね。猫目にしたい場合は目尻のまつげさんにギュインギュインギュインと縦にまずは液体をのせます。これ重要です。その後上にこうスッスッスッスと撫でるように液をつけていく。そうすると目尻側にだけしっかりと長さが出てきます。はい、はい、これ本当にすごく重要なポイントなので、ぜひ最後ちょっとプラスアルファでやってみてください。それではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。今日もありがとうございました。さようなら。